とってのドリームキャストプレイ動画第129弾レインボーコットの方に挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。ウィロー。すべてのパラレルワールドにおいても数が限られている貴重で高価な食べ物である。このウィローには7種類があり、各種効能があると言われています。妖精の国フィラメントの外れにはウィローの中において最も貴重とされる伝説のウィローが祀られているというラシャ城があり、そのラシャ城の周りには妖精界でも数少ないウィーロー層からウィーローを作る職人が集まる4つの町が形成されています。これらの町はウィーローの原産地として有名な場所でありながら、ウィーローを作るという名目上魔法の結界で守られてきました。しかしとあることから魔物ツイードがこの伝説のウィーローの存在を知ることになりました。ただでさえ魔力アップの効果もあると言われているウィーローだけに、伝説がつくとなると想像を超えるさらなる効果が期待できる。そう考えたツイードは伝説のウィーローを手に入れるため結界を破り町を占拠してしまいました。はてさてどうなることやら。それでは早速皆さんに集まってもらいましょう。はい。いい香り。皆さん、また大変なことが起きてしまいました。ラシャ城が魔物たちに襲われて占拠されてしまいました。ウィーローの生産のほとんどを賄っているラシャ城周辺の4つの町が心配です。もしこのまま4つの町が占拠され、あの伝説のウィーローまでもが魔物の手に渡ってしまえば、世界は再び闇に包まれ荒れ放題となってしまうでしょう。でも一体どうしたらよいのでしょう。お姉ちゃん、困ったことになったわね。どうしましょうって言ったって、話の通じる相手じゃないし。そうよね。そうだ、コットンに頼めば。ダメよ。あれだけ有名な観光地をなぜ知らないかはわからないけど、あの場所にコットンを行かせたりすれば。この町のウィローは全てあたいがもらったぽ。ポン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 。
者に全滅させられるよりはマシじゃない？そうかもしれないけど。それはそうと、そのコットン今どこにいるの？それがわからないのよ。あ、そうだ、餌を使って捕まえましょう。餌？捕まえる？そう。バケツと棒の古典的な罠で？そう。原産の町で恒例のウイロー祭りが催されていてね、あのいろいろなウイローがタダで食べられるのよ。ウイローの原産の町？そんなこと言ってさっきの木彫りのウイローみたいにあたいを騙そうとしてるんじゃないでしょうね。そんなことないわよ。それにここのラシャ城には伝説のウイローと呼ばれる大きくてプニュプニュなウイローがあるのよ。伝説のウイロー？お姉ちゃん、伝説のウイロー、その伝説のウイローって。今はこうするしかないのよ。女王様には何とか私がごまかして、もしバレてもコットンが魔物を退治してくれればきっと多めに見てくれるわよ。そうじゃなくって。これが伝説の
なにみんな頑張っているんだから、もう少しタイミングを良くしてもよろしいのか。そうですね。もう少し給料を払ってもあっちは取らないです。そういえば旅行に行ってきたシーンですね。これもう少しゆったりしたスケジュールで、ぜひ温泉に行くとかならどんなに素晴らしいことでしょう。自分のためにしか使わないだけではない。いいけど人を盾にしたり誰かにしたり、みんな頑張っているんだから、
っち行けばあるわよ。町を助けてくださってありがとうございます。逃げ遅れて困ってたんです。何もお礼はできませんが、このスタンプラリーカードを差し上げます。羅謝城を囲む4つの町にあるスタンプを全て揃えると羅謝城に入ることができます。え？ってことは全部の町を回らなければ羅謝城には入れないの？そういうことになります。はい、どうぞ。